修正、その立ち上がりです。この立ち上がりどういうことになりました？まあ、落ち着いた、静かな立ち上がりだったとは僕は思いますね。このグラシアルもキャッチャーのファウルフライに打ち取って、三者凡退のスタートをまずは菊池雄星が切りました。一方ホークスの方は千賀です。ワンアウトランナー二塁一塁という状況でバッター山川、これがスタートのホームランでした。少し高めのボールですね。スライダーだったと思いますけども、そしてこの気合の入った菊池雄星、3敗でトライオンズが先制点です。千賀の方も山川には4本ものホームランを許したことになります。4番の仕事を今日もしたという山川、これで3対0と1回にライオンズが3点リード。3回ですがホークスはノーアウトランナー1塁でこの上林が絶妙なバントヒットを狙いに行って、こういうプレーが飛び出してました。ファースト山川のエラーが重なってホークスがチャンスを作りました。ノーアウトランナー3塁2塁です。そしてこの川島、この辺りは高いバウンドのセカンドゴロ、これでホークス1点を返します、これはもう守備体系からですね、3対1になりました。そして2アウト3塁で柳田、バットが折れました。これが浅村のところに飛んでいったんで打球も一緒、これが内野安打になります。これで3対2、1点差です。これもでもプレーとしてはしょうがないです。これはもうね、やっぱしょうがないんじゃないでしょうかね。2アウトランナー3塁2塁、中村のこの見事なタイムリーヒット、でも中村が1点やられましたね、これで3対3の同点ゲームは振り出しに3回で戻りました。バントコントロールものすごくうまいバッターです。そして5回の表です。ホークスの攻撃、ワンアウトランナー3塁1塁、チャンスでバッターデスパイ、高めのまっすぐですね。そうですね、力のあるボールだったと思いますね、まずはここで三振を取ってツーアウトになりました。そしてヒットを打たれている中村晃はファーストゴロ、山川菊池雄星、このプレー、ここをしのぎました。そして6回ですが、ツーアウトランナー一塁という場面で中村武を迎えます。これが集中力のあった打席ですが、狙いすましたこの一撃、もう素晴らしいの一言でしょう。バックスクリーンの左横に飛び込む28号ツーランで5対3、菊池雄星が今日2度目のガッツポーズ試合中です。ライオンズが2点リードになりました。ホームランで点を取るケースが多いライオンズ。そして7回のマウンドの菊池雄星、川島、ここも山川の送球高かったんですがアウトになっています。ちょっとね、危なかったんですけどね、怪我しなくてよかったですよ。そうですね、そして2アウトで柳田、セカンドに打ち取ってます。菊池雄星は7回105球3失点でマウンドを降りということになりますが、気合の入ったこの試合にかける、そんなのがこの表情からも、そしてポーズからも伺われました。8回は2番手マーティン、デスパイの三振、これよく落ちてましたね。よく落ちてますね、いいチェンジアップですよね、そして松田、このショートゴロ、これが6-4-3と渡ったんですが、リプレイ検証、セカンドセーフというところ、辻監督からリプレイ検証要求されました。浅村の足がしっかりと踏んでいます。これでダブルプレーが成立。さあ、そして9回ですが、マウンド上は3番手抑え、エースヒース、ツーアウトランナー一塁、代打福田、セカンドゴロ、ゲーム終了5対3、ライオンズ勝って優勝マジックを1にしたゲームです。山川、中村のホームラン、菊池雄星の好投、これで優勝マジックを1にし、本拠地胴上げ、あと
1試合ということになりました。